モショエショエ2世は、レソトの国王。モショエシェ2世とも表記される。英国領、バストランド市長を歴任。モショエショエは、オックスフォード大学に留学後、1960年に、コンスタンティン・ベレンセイ一層として、英国保護領、バストランドの市長に就任し、1966年に、レソトが独立を果たすとそのまま国王へ即位した。モショエショエの政治力は強くなく、 統治中に二度亡命を強いられている。独立当初、レアブア・ジョナサン首相と対立して敗れ、1970年に一時、オランダへと亡命している。同年中に首相との和解が成立してモショエ・ショエは、帰国し、実権を持たない、立憲君主となった。1986年、ジャスティン・レファミアによるクーデターが成功すると、モショエ・ショエは一時実験を回復するが、 レファンヤと対立して、1990年に再び、イギリスへと亡命した。レファンヤは、国内にいる王大使を、列へ三世として即位させ、11月に、モショエショへは、王位を剥奪された。しかし、列へとモショエショへの関係は悪くなく、1991年に、エリアスラマエマ軍事評議会委員によって、クーデターが起き、レファンヤが追放されると、列へは、 モショエショエへの大いの返還を表明。これに反対する政府とレチエは対立を深め、1994年にレチエはクーデターを起こしてモショエショエへの大いの返還を求めた。このクーデターは他国の介入により解決が図られ、王権が制限される一方で大いの返還は認められ、1995年モショエショエは再びレゾト国王となった。しかし、 即位1年後の1996年1月15日、交通事故によりモショエショエは放御し、大井は再び、列へに戻った。1989年1月に、昭和天皇が放御し、同年2月24日に、皇居で取り行われた体操の礼には、出外からは、モショエショエ世を代表に、ラマエマ軍事評議会員、滅ツ中日時期大使が参列した。ただし、 1990年11月12日に、秋人上皇の即位の礼が行われた時点ではすでに失脚しており、ラマエマ軍事評議会委員が、レソト代表として参列している。外務省、レソト王国基礎データ片山正人、現代アフリカクーデター全市総文社2005年。 ISBN4 から 794705239P432 から434で外基礎データ。外務省、外交聖書5、昭和天皇体操の礼に参列した国及び、国際機関の代表。外交聖書7、即位の礼に参列した国及び、国際機関の代表。ありがとうございます。